浴室暖房とは、寒い浴室を快適に使うための暖房であり、各家庭に、内湯のなかった時代には、特別に設置をする必要のなかった設備である。ガス式の浴室暖房乾燥機の例、第二次大戦後、都市部で、各家庭に、内湯が普及してくると、セントラルヒーティングが普及している、西洋家屋と比較して、密閉度が低く、部分暖房が主体の日本家屋で、 特に台所や便所と同じく建物の北側に配置されることの多かった浴室は家の中でも最も寒い場所の一つとなった。この頃は自宅に浴室があるということだけでもステータスであり毎日入浴することもなく浴室の寒さに対する問題は重要視されていなかった。しかし浴槽内で体も洗う欧米人の入浴方法と比べて 日本人は浴槽に浸かり、洗い場に出て体を洗うという習慣があり、その結果、洗い場が寒いことが問題となりやすい環境にあった。陶器の浴室でのヒートショック対策に効果的である。いろいろな方法で床自体を過温することにより、浴室を温める暖房方法。電気を熱源とする電気式。外部で温めた温水を床下で循環させる温水式。 高温の空気を床下で循環させる温風式などがある。電気や温水を熱源とし、温風を吹き込むことにより、浴室内を温める暖房方法。換気暖房乾燥機として設置されることが多い。ハロゲンヒーター、カーボンヒーター、セラミックヒーターなどによる、遠赤外線を利用した部分対応の暖房方法。 オイルヒーターによる対流や輻射熱によって部屋を温める暖房方法。ヒートショック現象による死亡事故の多発が周知されたり、冬でも湯船でお湯に浸からず、シャワーだけで済ますなど、事故やライフスタイルの変化により浴室暖房の必要性が高まっている。今後も予算やランニングコスト、利用スペースや利用方法、エコロジーに配慮するなど様々な床暖房が、 登場してくるだろう。ありがとうございます。